おはようございます。いや、最終日ですね。はい、最終日で晴れました。はい、あと全部曇りでした。はい、じゃあ今日も行ってまいりましょう。はい、さて10時半チェックアウトなんで行きましょうかね。ああ、今日はよく晴れてますね。いやー、さすがですね。わあ、いいな。今日帰ります。はい、じゃあ行きましょう。はい、すいません、チェックアウトです。はい、こう出たところはね、沖江通りっていう通りなんですね。こっちに三重橋っていうイーレールの駅があって、こっちが国際通りなんですね。国際通りに通じるとか、昨日晩ご飯食べたところですね。24時間営業っていう、で国際通りに出ますね。ここはドンキなんですね。国際通りのドンキホーテ、スタバもここにある。沖縄で一番賑やかな通りですね。お土産買いました。ロイズ石垣島っていう、ね、はい、沖縄なんだか北海道なんだかよく分かりませんけど、はい、会いました。国際通りの入り口まで来ましたね。これが国際通りでよく出てくるところですね。ここはい、じゃあユーレールに乗って空港に行きましょうか。県庁前ですね。ここからね、国際通りの入り口が見えますね。まもなく2番線に那覇空港行きの電車が参ります。
側基準のチェックインカウンターですね。ウェブチェックインでもいいですし、どっちでもいいんですけどね。まだ時間的にはまだ早いと思います。ちょうど7キロなんで、いいでしょうけど、ちょっと減らしましょうかね。じゃあちょっともう一回測ってみましょう。これだけ持っていく。はい、6キロになりました。よかったですね。なんか大規模改修工事をしてるんですかね。以前来た時はこのターミナルはできたばっかりですごい新しかったんですけども、やっぱりね、20年以上経つと改修工事もしますよね。ちょっとチェックインまでまだ時間があるので、ピーチはね、90分前にならないとチェックインができないんでね、それがちょっと面倒くさいんですけど、ちょっと時間があるので、搭乗手続きできる時間になりましたんで行きましょうかね。はい、あのチェックイン機並んでますんでね、もうウェブチェックインでサクッとやって荷物預けたいと思います。次は保安検査場ですね。2階になりますので、95番ゲート。これ1日1回だけですよね。
札幌行き。お名前を伺いしますありがとうございます。どうぞありがとうございお化粧室は前方に1箇所、後方に2箇所ございます。なお本日はドアが閉まりますと上空にてシートベルト着用サインが消えるまでの間、最大約45分間ほどはお化粧室はご使用いただけません。あらかじめご了承ください。またお子様連れのお客様、お子様にもお化粧室のご確認をお願いいたします。Dear passengers, today we will have some time.ストラップを腰に回し、バックルを差し込んで締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。シートベルトの金具を見せていただくと、早期に離陸の準備ができます。また、足元の手荷物は前の座席の下に深く入れていただきますようご協力をお願いします。The cabin attendant will now conduct a safety inspection.Please show us the back of your seat belt so we can prepare for an early takeoff. We also ask for your cooperation in placing your baggage deep under the seat in front of you. Thank you for your cooperation.
皆様、まもなく着陸いたします。もう一度シートベルトをお確かめください。May you have attention, please. We are now ready for landing. Please make sure that your seat belt is securely fastened.皆様、着陸しました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。また前方お出口付近にてゴミ箱を用意しています。不要のものがありましたら遠慮なく前方までお持ちください。とめまして本日のご搭乗ありがとうございました。おまおきに。Disarm all doors on the cross check.